とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー報酬でいいやつが出てきましたね。ちなみに、今日は日曜日です。あと2日間、シーズン4をやることができますね。もう少し出るのかもしれません。期待しておいてください。何が出たかっていうと、これです。いや、違う。真ん中のやつですね。真ん中の、闘志の締め具ですね。263の締め具。これ2つ目だね。2つ目。最初の1個目が、ちょっと微妙だったんだけども、今回のは、かなり、いいと思います。エンチャントが、輝き、衝撃波、旋風。すごく無難なやつが、ついたよね。できれば、黄金で、もう一つ火力。雷か、クリティカル追い打ち。そのあたりがついてくれると、もうちょっと上がったと思うんだけど。でも、これでもね、十分だよ。十分な火力が出ると思います。まあ、とりあえず、どれぐらい変わったか、ちょっと試してみましょう。それでは、まずはですね、以前使ってた装備、これを試してみましょう。これだね。ギフトでもらったやつですけども、衝撃波さんが黄金でついて、旋風輝き雷だね。本当に理想的な、エンチャントではないでしょうか。これに、ドラとキノコ、これだけで戦ってみます。どれぐらいダメージがあるか、いってみましょう。こんな感じ。251の武器だよ。251の武器でこれぐらい与えれれば、まあまあ全然十分じゃないでしょうか。これはなかなかいいよ。251でこれぐらい出せば多くないと思うんで、すごく強いと思う。じゃあ次、新しく入手した263、あれを使ってみましょう。それではやっていきましょう。こっちの方だね。闘志の締め具263、輝き、衝撃波、旋風ですね。さあ、どれぐらい違うんでしょうか。目に見えてね、多分、攻撃力は違ってくると思うんだけど、違うね。多分、結構違うと思う。敵を召喚する前に、殲滅できたんで、結構早かったんじゃないですか。今回力のポーションを使ってなかったんで、そこまで火力は出なかったかもしれないけども、でも十分強かったよね。251からの変化というと、まず基本ダメージは19万、それから30万に変わってます。19万から30万、かなり変わったよね。でエンチャントだよね。エンチャントの旋風、60万だったのが、60万、結構あるな。96万。あ、だいぶ変わったね。で、衝撃波が72万。こっちの方が黄金でついてるんだけども、多分、40万ぐらいじゃないかな。251の、衝撃波は多分それぐらいじゃないかな。ああ、多分45万とかそれぐらいだわ。なので、かなりパワーアップしたのは間違いないですね。とんでもなく強くなった。これは、全然使っていける装備、ゲットできたかと思います。はい。で、ちなみにもう一個俺ね、入手してたやつがあって、これだ !263。これなんかいまいちでしょ。旋風と、まあまあガードストライクと輝きつければ、まあまあ耐久もできつつ、ダメージも与えれるかなっていう感じだけども。まあ今回入手したやつの方が全然いい感じですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。